閲覧注意、マジでヤバいドキュメンタリー映画ベスト3。第3位、三島由紀夫 VS 東大全教徒。1969年5月に東京大学で行われた作家三島由紀夫と東大全教頭という伝説の討論会を記録したドキュメンタリー。正反対の考えを持つ両者が遠慮や忖度なしにエネルギーをぶつけ合うという姿は圧巻です。でもこの映画見ていくと、右翼も左翼も最初は対立しているんだけども、だんだんと同じことを言ってるんじゃないかというすごい展開になっていくドキュメンタリーです。第2位、シーズン4、スノーデンの暴露。アメリカ政府のスパイ行為を告発したエドワード・スノーデンによる一連の事件に迫ったドキュメンタリー作品です。この映画は国家による国民の監視を暴露したスノーデンさんの実話です。スノーデンは何を暴露したかというと、携帯のインカメラの映像や誰と話したのか、どんな内容か、チャットの中身、買い物で何を買ったのか、 GPS の場所、全て24時間